はい、どうもすだちです。今回の動画は僕の飼育している、チャコガエルのチコ先輩、この子にこちらのこれフロッグステープルフード、こちらをね与えていきたいなと思います。チコ先輩にね、人工フードを与えるのは今回が初めてなので、まあ、しっかり食べてくれるか心配なんですが、与えていきたいなと思います。練って与える配合フード、これですね。これを早速作って与えていきたいなと思います。それでは見ていきましょう。はい、それでは早速作っていきましょう。で、こちらの商品は、ツノガエル専用フードだそうです。まあ、チャコガエルのチコ先輩もねツノガエル系なので大丈夫じゃないかなと思います。とりあえず開けていきますか。あ、中はこんな感じですね。ちゃんとスプーンも入ってます。で、作り方はフロッグフードを練るためのボウルや鉢などを準備してくださいということでね、一応この小鉢とこちら一応計量カップも用意しました。スプーンすり切り1杯、水 2cc で練ると。はい、意外とでかい。スプーンが意外とでかい。あ、絶対こんなに食べないだろう。で、2cc。2cc 難しくない ?2cc って難しくない?こんぐらい?え、めっちゃ難しいんだけど。ポン。で、これをこねると粉末を練って、いや、これ持ってないよ、これは持ってない。こちら持ってきました、アイスの棒。これで練っていきましょう。ミニバルゴールからです。もっと熱切る。あれかみたいわ。いや。いや、熱切る。もういい感じ。いやに。ミニバルゴール。わい。わい。いいじゃない。まだまだね。頑張りまる。ちょっとダメです。どうな。で、これを。これを丸めてパク。なるほど。じゃあ一旦手を洗ってきます。よし、手を洗ってきたので、こちらをちょ丸める。え、むず。ちょっと待って、こんな、丸まらないんだけど、これ水多すぎたってこと？これ水多い？水が多いってこと？絶対これ水多すぎたやつだね。水多すぎたパターンだね。こんなネチャネチャしてたら食べにくいかも。ちょっと作り直しますか。これはちょっと厳しいかも。作り直しましょう。
はい、ということで、ちょっとね、水少なめで作り直してみました。で、これを、これならね、くっつかないんで、ちゃんと丸められます。で、チコ先輩はね、結構まだ小さいので、ちっちゃめに。こんくらい？これぐらい？これぐらいで作っていこうかなと思います。はい、こんな感じで、とりあえず4玉作りました。じゃあこれを早速、チコ先輩に与えていきたいなと思います。はい、今そこに映っているのが、チャコガエルのチコ先輩です。じゃあ早速、あげていきましょう。こちら。あげていきます。食べてくれるかな？あれ？お、見てる。お、食べた。どう？おいしい？吐き出した。ちょっと大きいかもしれないですね。ちょっと待ってね。あ、待って。これはどう？ちょっとちっちゃめ。食べる？あれ？難しい。もっとちっちゃくしましょう。それ違うよ。それ違うよ。あなた。これ。あ、どう、どう、食べた？食べれる？あ、食べた。食べましたね。やっぱりまだかなりね、チコ先輩小さいんで、ちっちゃくしないと食べませんね。揉める？大丈夫？食べる？はい、はいはいはい、しっかり食べますね。食べ、あれ出した？食べた？それ大きくない？あ、食べた。食べてくれますね。ただちょっと僕が慣れてないせいですごく揚げにくいです。ちょっとこれはなかなかのセンスが必要ですね。はい、これが食べ終わったチコ先輩です。お腹がねぽってりしてて可愛いですね。ただね、揚げすぎには注意しないといけないので、うまく調整して揚げていきたいなと思います。はい、ということで、なんとか無事食べてくれました。で、最初の方ちょっと作るの失敗しちゃったんですが、まあなんとか与えれたので良かったかなと思います。で、結局作った量の、まあ、半分も揚げなかったかな。それでも結構量が多かったので、まあおそらくこれは使い切れないかなと思います。まあ初めてこういったものを作ってみたんですが、分量がね難しいですね。で、まだチコ先輩もね結構ちっちゃいんでね、余計に難しかったかなと思います。なのでもうちょっと大きい個体とかの方がいいかもしれませんね。まあ、しばらくは様子を見ながら、こういった人工フードといつも通りのレッドローチを与えていこうかなと思います。それでは今回の動画はこれで終わりにしようかなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。